ツールドリーディング。はい、ツールドリーディング、こちら日本語に訳すと朗読ということになります。今から紹介するストーリーですね、このイベントのために書き下ろしされたオリジナルストーリーとなっております。それではキャストの皆さんに登場していきましょう。どうぞ。はい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 、はい、すごいですね、マイクも15本並ぶとね。さあ、この全員が絡むの？この全員絡むの？嘘でしょ？本当ですか？大丈夫ですか？さあ、皆さんセッティングご準備の方よろしいでしょうか？よろしいでしょうか？まだかな？高さ調整かな？大丈夫でしょうか？さあ貴族大丈夫？没落ね。大事だ、ご準備よろしいでしょうか？それではお願いしましょう。まずはこの物語からスタートです。絶好の運動会日和ですね。じゃあどうやら全員揃ったようだ。うん、はい。アホらしい、なんで僕まで。まあまあ、せっかくのお誘いや、ここは一つ我慢してな。今日はロードレーサーだらけの大運動会によう集まってくれたの。主催の広島呉南町宮じゃ。ロードを降りたら敵も味方もない、親睦を深めるための運動会じゃけ、楽しんでくれ。バーカ、こいつら本に持っとらんの。各校を真っ二つに分けて仲間同士で争わせ、チームワークを壊すのがわしの真の目的じゃ。コロッと騙されてアホ面下げて集まるよって。まずチーム分けなんじゃが、こりゃ困った。二チームに分けると一人余るの。お、そうじゃ、わしが審判をやればいい。そうすればぴったり。そっか、15人だから。あ、でも3チームにすれば3515でぴったりですよ。え、なるほど、いいアイディアだ、オルダ。ではこれから15人を3チームに分ける。方法はくじ引きだ。では各チームのメンバーを発表する。1チーム目、今泉、鳴子、マナミ、石垣、町宮。俺たちチーム MIN。 マナミと町宮の M、 今泉と石垣の I、 鳴子の N。 頭文字つなげてみました、めんどくさいんで。スカシのやつボクボコにしたろう戻ったのに同じチームとはな。それはこっちのセリフだ。いい、しょうがない、このまま作戦続行じゃ。2チーム目、マキシマ、金城、俺、新海、泉だ。我らチーム、キングスネークオーガンマッスルスパイダー。シャーアブーバキュー。新チームでも俺たちは強い。3チーム目、小野田、はい、田所、荒北、東堂、御堂筋。チーム山上と愉快な仲間たち、健三。おい、んだそのチーム名は。いやいやいや、メガネ君、クマ、狼、妖怪、面白すぎるメンバーだったのでな。誰がクマだ。頑張ろうね、御堂筋くん。はぁ、何言うとんの。君らが僕の代わりに頑張るんやで、ザク。誰がザクだ。君が頑張れ、ボケなすが。第1種目目、パン食い競争。出場選手はチーム MIN、 ナルコ。はいな、ナルコ昇吉御会長や。チームキングスネークオーガマッスルスパイダー、新海。オーケー、11。チーム
山上と愉快な仲間たち。田所、森のクマさんじゃねえよ。わいは早食い早飲みの翔ちゃんと呼ばれた何話のスピードマン。悪いがこの勝負もろたで。田所パン屋のプライドにかけて、次期社長のプライドにかけて、パン食い競争で負けるわけにはいかねえ。まあまあお二人さん、食う。始まる前から食ってんじゃねえ。余裕やな新海さん。位置について用意。ナルコと田所さんが飛び出した。その後を一人落ち着いてトラックを走る新海さん、かっこいい。さすがです。それって出遅れただけじゃない。ナルコと田所っちが早速パンに食らいついたっしょ。これで勝負は二人のうちどちらが先にパンを食べきるかに絞られたな。からなんだこのパンは激辛じゃねえか。水すまんすまん、ただのパン食い競争じゃ盛り上がらんと思っての。三つのうち二つは激辛にしておったんじゃ。それを先に言え。今のうちです。最後のパン取ってください、新海さん。オーケー泉だ。うまい。残り物には11がある、いや服があるってね。バキュン。ナルコと田所さんはリタイア。結局ゴールしたんは新海くんだけや。あかん、あとは代わりに頼むね。しかしマナミくん。第2種目玉入れ、出場選手はチーム MIN 石垣。出番が来るまで我慢や。チームキングスネークオーガマッスルスパイダー牧島。てっぺん飛ぶっしょ。チーム山上と愉快な仲間たち、御堂筋。くだらん。位置について用意。俺は球技全般、特にバスケが得意なんや。玉かごに入れんのはお手のもん。玉や玉や、もう一つ玉や。わあすごいや石垣さん、百発百中だ。遠距離からのスリーポイントに華麗なダンク、まるでバスケだな。けど見ろ、マキシマも負けてねえぞ。イメージするしよユースケ、玉をトランプのカードだと思う。シャ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 。マキシマさん、玉投げるの早っ。しかも抜群のコントロールや。マキシマはトランプを同じ枚数同じ場所に配るのが得意。その手さばきで狙い通りに玉を投げているんだ。石垣さんのカゴにもマキシマさんのカゴにも玉がどんどん溜まっていく。なのに御堂筋君だけまだ一つも。ファイト御堂筋君。ダメだ、あいつピクリとも動きゃしねえ。おい、もうすぐ終わっちまうぞ。さて、そろそろ時間やな。見せたるわ、僕の真の姿を。解放、すべての解放へ。御堂筋君の体が、手足が伸びた。あいつ玉入れの玉をか全部抱えてどうするつもりだ。こうするんや。よいしょっと。すべての玉を直接カゴに入れた。185センチの長身を生かしたまさに最終兵器、大逆転だ。自分のとっておきは最後まで見せたらあかんいうことや。そんな、勝てるわけないっしょ。第3種目借り物競争、出場選手はチーム MIN 今泉。先頭は俺が走る。チームキングスネークオーガマッスルスパイダー泉だ。本気でいきます。チーム山上と愉快な仲間たち、東堂。俺が東堂庵の嫡男、東堂陣八だ。運動会か。鍛え上げたこの肉体を披露するにふさわしい舞台、今日は僕がエースだ。
そうだろ、アンディ、フランク。借り物競争に筋肉は関係ねえだろ。あぶっ。はあ、やれやれ、男ばかりとはつまらんな。女子の熱い視線と声援がなければ盛り上がるものも盛り上がらんではないか。何言ってんだ東堂。たく気づかねえのかバカ。匂う匂うぜ。女子ならいいんだろ。ほうぜ、見ろ目の前の客席を。むむ、はあ、俺はたった今絶好調になった。東堂さんに泉田さんか。濃い人たちと当たっちまったな。位置について用意。泉田さん、東堂さん、今泉くん、3人同時に借り物の書いてあるカードを拾った。ポケベルダンベルなら持ち歩いているのに。ああ、土の子だと。一体どこから借りてこいというのだ。ホールケーキってあの切る前のやつか。おい、借りられそうなものが一つもないじゃない。っていうか今時ポケベル持ってるやつなんていないっしょ。あれじゃ無駄に探し回って消耗するばっかりだな。この競技は3人全員を疲れさせる作戦じゃ。借りられるもんがあるわけな。あるよ、今泉君。ケーキならここに。Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. やいやこいつ。Happy birthday, dear Izumi.5月18日、今泉くんの誕生日だから。本当は後で驚かそうと思ってたんだけど。おいしい？今泉くん。ああありがとな、坂道。は、今泉のやつ一人だけゴールしやがった。勝利優奈のプレゼントやな。じゃ、最後の騎馬戦は人数の関係上一人が一人を背負うってことでいいな。それただの音符ですやん。ここまで各チーム一勝ずつ、これで優勝が決まる。チーム MIN、 マナミ、マチミヤ組。俺坂好き、頂上好き、高いとこ好き。そういうわけなんで、マチミヤさん、俺大将やってもよいしょっと。でも運動無用に上に乗っとるし。チーム山神と愉快な仲間たち、小野田荒北組。いやお願いします。あなた、荒北、荒北さん。いいからさっさと乗れ。グズグズしてんじゃねえよ小野田ちゃん。はい失礼します。いいか、振り落とされんなよ。運んでやっから何が何でもゴールじゃなくてハチマキ取れ。俺の背中にしっかりしがみついてろ。はい。おい、とっとと始めようぜ。いつまで待たせんだよ。それがチーム金以下略ガマだ。あ、チーム金以下略。あ、福ちゃんと金城か。これだけは言っておく金城、俺は騎馬戦も強い。俺は安城の蛇、寝る前の腹筋と背筋は欠かさない男だ。エース同士どっちが上に乗るかで揉めてるみたいやな。じゃんけんで決めろ。じゃんけんで。じゃんけんほい、あいこでほい、あいこでほい。勝った。俺はじゃんけんは弱い。そんなに上がいいのか。ならば乗れ深見。いいのか金城。ああ、ただし必ず勝てよ。やれやれ、
ようやく各チームの牙と大将が揃ったっしょ。やろうよ荒木さん。は、負けたら今度こそベプシー怒ってやんや。ほう、それは楽しみだ。勝負しよう坂道くん。僕が君のハチマキを取ったら僕の勝ち、君が僕のハチマキを取ったら君の勝ち。うん、マナミくん。騎馬戦は最初からそういうルールだ、マナミ。よし、準備はいいな。それじゃあ行くぜ。よーい。こっからハチマキの取り合いじゃい。ハチマキ取らせろ。俺は絶対に取られない男だ。あらびあらびてさ、早すぎてハチマキが見えません。俺今乗ってる。ハチマキは強い者が手にする、それだけだ。3チーム入り乱れての大混戦。ただのおんぶで身軽な分、逃げ足が速くてお互い捕まらないっしょ。総合優勝取ってください。キングスネークオーガマッスルスパイダー。僕が欲しいは勝利ただ一つや。ええー、なメガネ。振り返るな、行けチーム MI やで。そこまで、時間切れだ。どのチームの大将もハチマキが残ってるな。ってことは3チーム同点のまま引き分け。おい、どうする、お前ら決着つくまでやるか。いや、無理に勝負をつける必要はない。金城の言う通りだ、勝負は道の上でしろ。知力、体力、闘争心、今持ってる力全部出して引き分けたんじゃよ、わしらは。走った、走りまくった、濃密な3分間だったぜ、福ちゃん。ああ、ヤストモ、お前は最高の逃げ足だった。なんか出し尽くしたから別にいっかって感じですよね。せやったらええんちゃうか、親睦は十分に深まったことやし。深まったか、親睦。さあな。あの、運動会すっごく楽しかったです。ありがとうございます、町宮さん。なら企画した甲斐があったの。ん？けどわしなんか大事なこと忘れとる気が。ああ、しまった、すっかり熱くなって途中からこいつらを仲間割れさせるっちゅう真の目的を忘れてしもうた。作戦